わかります？このちょっととろっとしてきたのわかります？うどんに絡めていくわけですよ、こうやって。どうも、料理の兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、コラボでございます。毎度お世話になっておりますけども、なんかここにいますよね、唐揚げくんがこの間よりちょっとスケールダウンしてますけど、ということで、唐揚げくんがいるということはローソンさんとのコラボでございますね。はい、ありがとうございます。この間ね、動画でやったのがやみつき鶏を使ったガーリックライス、あれもね、もうぜひ見ていただきたいんですけども、あれがもうめちゃめちゃ好評だったらしくてですね、今回ですね、またもうちょっと面白いことやりたいなっていうことでやらせていただきました。今回はですね、いやーもうね、ほんと嬉しいね。ローソンの中で一番好きな商品なんですよ、ホルモン焼き。これもともとですね、アルミの鍋で直火で温めて食べる、通称ローホルって言われてるですね、ホルモン鍋っていうのがあったんですけども、あれね、結構ね、入手困難だったんですよ。なかなか生産数が限られてるらしくて、であれめちゃめちゃ好きだったんですけども、売り切れてる時も結構あったんですけども、なんとですね、長井商品さん監修した、このね、ホルモン焼き、これレンジですぐ食べれるっていうやつなんですけども、実はこれが売ってるのが僕全然知らなくてですね、で今回こんなあるんですよっていう風に言われて、もう早く言ってよっていう話だったんですよね。いつも僕ローソン行って絶対これの鍋盤を買ってて、で僕前も SNS 投稿してるんですよ、これにうどん入れるとうまいよっていうようなので、それもバズったんですけども、僕がバズらせちゃって、で僕が買えなくなっちゃったんですよ、みんなローソンさん行ってあれ買ったから。なんですけども、これを使ってですね、このままでももちろん相当美味しいんですけども、これを使った、最高に美味しいですね、ホルモン焼きうどんをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。ローソンさんのこの国産小麦塩のサムギうどんね、はい、これもっちりしててうまいです。これとこちらですね、だから食品さんの監修のホルモン焼きでございます。はい、なんとですね、もう素材はこの2つだけでございます。はい、あとはお家にある調味料ね、できますんで、調味料は概要欄の方に書いておりますんで、チェックしてみてください。ということでですね、まあ、今回はもうローソンさんとのコラボということで、このホルモン焼きなんですけども、やっぱりですね、料理をする上で一番大切なことはやっぱり素材の味を確かめることなんですね。なんでですね、今回はこの長井食品さん監修のです、これね、レンジでね、1分50秒でくれるんですよね。なんで、いや、別に食べたいとか飲みたいとか、そういうやましい気持ちじゃないんですよ、皆さん。素材の味を確かめなきゃいけないんで、ちょっと温めますか。皆さん、できましたよ。もうね、こっからいい匂いすんだよね。で、今日はですね、もうローソンさん気が利くんだから、もう差し入れいただきちゃいましたよ。ちゃんとコラボですからね、これね。ということで、ちょっと素材の話はちょっとため、これね、本当に入手困難になって、今もうどこでも買えるんだってこれ。じゃあちょっといただきますね。じゃあ皆さん、いただきます。くー、このホルモン焼き、豚の小腸をね、醤油とネギとニンニクベースのタレでね、煮てあるんですけども、この味付けがね、なかなかね、うまいんですよ、これ。もう、ローホルモン、完全すまんま。これ。あ、これないよ。ね、ホルモンの感じだと、なんか甘いイメージ、皆さんあると思うんですけども、ね、かなり醤油が効いててね、しょっぱい酒飲み、好みの味付けになってるんですよね。で、しかもこれね、一番これの何が好きかちょっと言っていいですか。ね、低カロリーなんですよ、これ。めちゃくちゃヘルシーなの。これね、ホルモンってね、すごくヘルシー。一袋ね、109カロリーなのよ。僕とかね、結構糖質気にするんですよ。太らない本とかも出してるから。なんですけども、これね、本当につまみにいいの。だからね、一時期マジで食ってた、これ。これが、こんなに罪悪感が少なくて、こんなに飲めるのは、マジでローホルだけです、本当に。もういいんじゃないこれで。うどんやる？やる？うどんもうまいんだけど。うまいな！マジで。もうほんと好き。もうほんと好き。もうね、皆さん見てたと思いますけども、これマジでこのままでうまいんですけど、たまにはね、ちょっとアレンジしてみたいなとか。思われる方いらっしゃると思うんで、今回はですね、ホルモン焼きのタレを最大限に活かしたホルモン焼きうどんね、マジでうまいです。そのまま試食でもいけますし、もうね、うどんでお酒も飲めちゃう、そんなね、最高に美味しい料理になってますので、これから作っていきたいと思います。
それでですね、ホルモン焼きうどんを、作っていくんですけども、まずね、ホルモンとうどんをね、解凍したいんですよ。はい、なんで、まずホルモンの方からね、ホルモン焼きを、まずさっきと同じようにね、1分50秒、はい、ね、チンして、解凍しております。あと、まあ、うどんはね、別に茹でていただいて、お湯がすぐ出る方茹でていただいてもいいんですけども、まあ、今回はレンジで、そのまま、チンしたいと思います、はい、3分40秒で解凍できるんでね、これね、はい、ということで、もう電子レンジ回してる間はね、もうちょっともうヨーホルをマジ好き。このね、たまに当たるこの普段焼酎の中にちょっと油がぷよっと入ってるのがあって、これはうまいんだな。意外と合うのね。意外に合うのね。ラー油かけてくるとうまいんだよ、これね。あとね、マヨもいいよ。あはは、うまっ。俺ほんとすごい。割とね、マヨも合う。マヨシシ。あ、じゃあもうホルモンは終わりましたので、今度うどんを解凍していきます。3分40秒、シミマヨもね、絶対美味しいんで、コクとね、マヨネーズの旨味が、うん、あ、いいね。あ、20代の頃おめでとうな。はい、ということで、もう料理動画なのか飲み動画なのか分かんなくなってきたので、やっていきたいと思います。はい、ということでですね、このフライパンにまず油ね、まあ小さじ1半ぐらい、大さじ半分ぐらいの油を引きます。はい、で、火にかけます。そしたらですね、もうね、ホルモン焼き、これね、このね、汁がうまいんですよ、汁が。で、この汁ももう全部余すとこなく使っていく、全部入れてください。これでホルモンとネギとごまも入ってますので、これはもう具になっちゃいます。具と味のベースです。これね、やっぱりホルモン焼きでそのまま食べるように作ってあるんで、ここに、うどんを入れるとやっぱりちょっとね、味が薄まってしまいますんで、ここにちょっと調味料入れていきます。まずお酒ですね。お酒、はい、香りとコクをつけます。で、味のベースでお醤油ですね。お酒とお醤油小さじ2ずつです。で、あとちょっとうどんにするとちょっとね、甘さが入った方が美味しいので、お砂糖、はい、これね、重要なんですけども、ニンニクね、まあ、ニンニクも今回ね、お手軽にできるようにちょっとチューブ使います。ある方は生のニンニクをおろした方がまあすごくキリッとしますけども、ニンニクのチューブで全然平気です。これニンニクのチューブだったらね、材料がね、全部ね、ローソンさんでね、揃うんですよ。少しうまみ調味料3振りぐらいですね。そうするとね、いい出汁がつきますので。で、わかります？このちょっととろっとしてきたらわかります？はい、煮詰まって、このこれね、極上の焼きうどんのタレになってるんですよ。ホルモン焼きの味付けがいいからなんですね。ここに少し調味料を、加えるんだけど、最高の焼きうどんになっちゃう。ホルモン焼きうどんなんて皆さん食べらんないでしょ。そのままね、作るのね、結構ね、大変だったりするんですよ。ホルモンってほら、茹でこぼしたりね、最初下茹でしたりするじゃないですか。このホルモン焼き使えばね、なんと炒めるだけですよ、皆さん。で、ここに今ピッピなりましたね。ピッピなりました。解凍したうどんをここに投入していきます。はい、はい、これでございます。そしたら再度火をつけてですね、うどんに絡めていくわけですよ。こうやってこんだけね、めっちゃ簡単でしょ。でもね、このうどん最高にうめえから、調味料入れてもうさっと炒めるだけですよ。これでね、こんなうまい焼きうどんできんのかって皆さん絶対言うと思います。はい、なんとこれで完成。盛り付けいきたいと思います。じゃあもう盛り付けですね。はい、もうこんな簡単でええの、これ解凍して炒めるだけ。これ香りがやばい。ニンニクもプラスされてますんで、いい香りがします。香り、ここでですね、トッピング、まあなくても美味しいですよ。なくても美味しいんですけども、ここにネギね、はい、やっぱ青みがあった方がねいいです。はい、ない方はないでいいです。はい、ごまもちろんここ入ってるんですけども、お化粧してあげたいですね。うわー、あほら、かわいい。そしてですね、まあ本当にあればでいいんですけども、全然あればでいいです。はい、紅生姜ね、ちょっと赤を添えてあげるとやっぱね、うん、チークみたいなもんだ。これはこんな感じですね。はい、ということでですね、がっつりいけて、お酒も飲めちゃうんですね。最高に美味しいホルモン焼きうどん完成でございます。できました。はい、いい匂いがすごい漂ってきます。で、今回はですね、差し入れるこのね、同じね、長良さん、長良食品さんの監修でホルモンチャーハンっていうのもあるらしいんですよ。これ差し入れていただいたんで一緒に食べたいと思います。これね、袋のままレンチンでいいんだって。ホルモンチャーハン聞いたことないよ。じゃあですね、もう今ちょっとチャーハンを温めてますんで、こちらの
ホルモン焼きうどんいただきたいと思います。いただきます。ホルモンたっぷりよこれ。こんなにホルモンが入ってる焼きうどんなかなかないよこれ。香りがいいんじゃ。いただきたいと思います。いただきます。ホルモンでしょ。うまっ。うわー、ローソンさんが500缶持ってきてくれてよかった。本当にめちゃめちゃうまい。ホルモン焼きのこのタレを煮詰めたこのソースね、タレを絡めたこのうどんが最高にうまいです。非常に力強い味で、うん、でね、うどん一本一本に絡まるんよこのタレがさ。調味料入れて炒めただけよこれ。うどんの強いコシとホルモンのコリッとした感触、これがね、ベストマッチなんだ。食感のコントラストよ。本当に自信ある。マジでやった方がいいと思う。ちょっとね、味変させてください。このままでも、ものすごい十分ね、美味しいんですけども、ちょっとね、パンチが欲しい方はね、ちょっとマヨネーズいっていただいて、ホルモンいって、で、ここに、七味とマヨ。これよ、これ。いってきます。最高。絶対ラー油もお好みでコクがめちゃめちゃ、とんでもないもの出してくれたな。ちょっと来て、誰か来て。ローソンさんが、あのローソンさん、本当にありがとうございます。本当にいっぱい持ってきてくれた。いやー飲んじゃうな。飲んじゃおう。やばい、やばい。仕事中に飲む酒はうめえな。いや、ほんとそれ。食べる。いただきます。パーティーよ、パーティー。コンビニのこう、冷凍食品でパーティーするのってすげえ楽しいよね。結構やるじゃん、これ。やるやる。うまいんだよな。そう、うまい。うまいのよ。食べてていいよ。食べよう。じゃあ、いただきます。食べて。うまっ。いいね、ホルモン。コリッと感がいいでしょ。うん、だってさ、タレが うまいでしょ。タレが、うん、うどんの食感とホルモンの食感のこうコントラストがよく、これどっちも歯ごたえあるじゃない。だからね、最高なんよこれ。あー、うまっ。マヨ七味を言っていただいて常備しといたらいいよ。俺らの飲み会に。やっぱ炭水化物必要だからさ。そのままでもいいけど、やっぱこうやってアレンジする分には、うん、さっきのパッケージの方が、うん、やりやすいからいい感じ。うん、そうそうそう、あのね、量がちょうどいいのよ。ちょうどいいよね。鍋のやつだと一回やるから、火で温める。まあで食べてから残りで、うん、まあ俺ご飯入れてやったことあるけど、うん、まあちょっと一手間かかっちゃうから、うん、こっちの方が1分50秒で、うん、食べられるから、うん、これはちょっとうまいでしょ、マヨシミ。これたまんねえのよ。罪の味だよね、本当に。男子の欲望全部詰め込んだかのような味よ。ああ、なるほどね。チャーハンの場合はちゃんとホルモンがちっちゃくカットされてんだね。もうちょっと大きいのかと思ってたけど。じゃあ俺いつも言ってんだけど、チャーハンは具材がちっちゃい方がうまいって言ってるからですもんね。ホルモンチャーハンってでも普通にないもんね。な、俺こんあるの知らなかった。いただきます。うまっ。おい、うん、めっちゃうまい。うまっ、うん、これうまいな。普通のチャーハンすげえ食い応えがあるっていうか、うん、小さいホルモンがさ、ポリッとしてるから、うん、なんかめちゃくちゃ楽しい。うん、食感が、うん、飲めちゃう。飲めるね、このチャーハン。だっていい加減にしてもらっていいですか。仕事終わったらさ、俺ら飲むじゃん、ね、この家で。こんなに終盤あたりに食いたい。飲み会とかでやってほしいけどね。一人飲みとかでも全然いいけど。ということで、もうちょっとうまいな、これ本当。もう常備しとこう。ということでですね、今回はホルモン焼き作るですね、この焼きうどん最高に美味しいです。そのままね、お酒飲まない方そのまま食べていただいてもいいし、お酒飲む方はつまみにもなりますしね。あとチャーハンうまかったね。うまかったわ。なんで皆さんぜひ、一緒に僕らとこの作っていただいて飲みましょう。今回ですね、コラボさせていただいた、ホルモン焼き、あとですね、ホルモンチャーンか、概要欄に、詳細を記載しておりますので、皆さんこれね、マジでうまいんで、ローソン行って買ってください。
ダイレクトに言います。